ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はどんな怖い話かな。今回は、おさがみ様、など、怖い話をたくさん紹介するぜ。足が出たり、腕が出たり、大忙しな動画になったぞ。どういうこと？今回ご紹介する怖い話以外に、こんな怖い話があるよという方は、コメントで教えてくれると嬉しいぜ。うぷ主が、怖い、と思ったお話は、動画で紹介させていただきます。それじゃあ今日も、ゆっくりしていってね。これから紹介する話は、おさがみ様、という話だ。おさがみ様とは？謎の怖い存在だ。嫌すぎる。それでは、早速聞いていただこう。老人や、都会の人の孤独死の話を聞いて、思い出して眠れないので一つ。私が子供の時、おさがみ様を見た話。子供の時、親が共働きだった私は、近所のおじさんのとこに、よく遊びに行ってたんだ。おじさん、と言っても、親戚とかでもなく、たまたま、公園で知り合っただけの人だったんだけど、おじさんは、婚約者が病気で亡くなって以来、ずっと一人身で、私をまるで、自分の子供のように可愛がってくれたのを覚えている。そんなある日、おじさんがぽつりと話してくれたんだ。もうすぐ、おさがみ様が来るって、おさがみ様というのは、子供くらいの身長で、長い髪と切れ長の目が特徴の妖怪で、一言も喋らないで、ずっと後をついてくる。走っても、どれほど曲がり道を曲がろうとも、振り向くたびに、近づいてくるそうな。ついてくるなと怒鳴っても、表情一つ変えずに、じっとこちらを見てきて、こちらから近づくと、不思議なことに、同じ距離だけ離れてくらしい。追いつかれたら、どうなるの？と聞いたら、それはわからない。と、家族がいる人には近づいてこないらしく、おじさんの周りの人も、家庭を持つ人ばかりで、実際に見た人はいないのだとか。私は周りを見たけど、どこにもそんな姿は見えなかったが、今はお前がいるから隠れてるよ。と言っていた。その時は、怖いなぁ、なんて思いながら帰ったけど、家に着く頃には、むしろ私を怖がらせようと、からかったんじゃ？と、思っていた。それから数日して、またおじさんの家に遊びに行った時、おじさんは、庭で何かに怯えるような感じで、震えていたんだ。近づいて声をかけた時、ものすごい形相で、悲鳴を上げて後ずさりをした。すぐに私だと気づいたらしく、少し落ち着いてくれたが、やはり、どこか怯えた様子で、しきりに、おさがみ様が来る、おさがみ様が、とつぶやいていた。私が、なだめながら話を聞いていると、寺も神社もダメだった。今日の夜にでも捕まってしまう。と、おじさんの知り合いの人に止めてもらうとか、人がいるところで寝たら？と、子供ながらに精一杯考えて、提案したが、知り合いの人には、おさがみ様を信じてもらえず、理由を伏せて止めてもらえても、一二泊が限界だったと。まさか、小さい子供の私が、勝手に自分の家に泊めてあげるわけにもいかず、私がおじさんの家に泊まろうにも、一人身の、親戚でもないおじさんの家に泊まるなんてのは、許可が下りるわけもなく、一応、電話で聞いてみたけど、ダメだった。そうこうしているうちに、夕方になり、帰らなければいけない時間になった。おじさんも、それはわかっているようで、もう大丈夫だから帰りなさい。と、力なく送り出してくれた。その夜、どうしてもおじさんのことが気がかりだった私は、夜中に両親が寝たのを確認した後、こっそりとおじさんの家に行ってみた。玄関は閉まっていたので、庭の方に回り込み、中の様子を見ようとしていたら、カーテンの隙間を見つけた。そこから見えないかと、覗き込んでみたら、ちょうどおじさんが横になっている姿と、おさがみ様が、いた。聞いていた通り、長い髪と切れ長の目。身長は、当時の私より少し低いぐらい。暗くてよくは見えないが、服らしいものは着ておらず、楽しそうな笑みを浮かべて、横たわるおじさんにまたがっている。おじさんの表情はよく見えないが、全く動く気配はなかった。これはまずい、と思い、とっさに窓を全力で叩いて、おじさんに呼びかけたが、こちらに気づいたのは、その不気味なおさがみ様だけだった。こちらをぐるっと見たかと思うと、凄まじい勢いで、カーテンの方に近寄ってきた。その表情は、さっきまでの楽しそうな笑みとは真逆の、この世の憎しみを、すべて詰め込んだかのような、恐ろしい形相だった。私は大慌てで窓から離れ、庭を飛び出して、道路まで逃げたが、そこで、たまたま巡回をしていたおまわりさんに捕まった。あちらからすれば、深夜に庭から飛び出した子供。指導しないわけにはいかず、私の腕をつかみ、質問してきたが、
その時、私もすでに錯乱状態で、お相模様が、とか、おじさんが、とか叫んでいたはず。そして、おまわりさんと、再びおじさんの家を訪ねてみたが、チャイムは反応なし。私がしきりに、庭、庭、というので、そちらも見てみたが何もなし。さすがに、窓から中を覗いたりはしてくれず、私が知り合いの家に、いたずらしていたのだろうと思われたか、自分の家に連れて行かれた。その夜、私は親にこっぴどく怒られ、お相模様の恐怖と、おじさんの安否が気になるのとで、眠れぬまま一晩を明かした。そして次の日、朝早くに、昨日のおまわりさんが私の家に来た。内容は、おじさんが変死していたとのことだった。まるで、正気をすべて吸い取られたみたいな様子だったという。昨日の私の様子がおかしいと思い、朝に訪ねてみたところ、発覚したと。私は昨日までのことを、すべて話をしたが、どこまで信じてもらえたのだろうか。お相模様が本当にいたのかは、今となってはわからない。ただ、今でも、あの時、凄まじい形相で迫ってきた恐怖だけは、覚えている。幸いなのは、私が今、幸せな家庭を築けていることだろう。以上です。思い出したことそのまま書いてたら、こんなに長く、長文失礼しました。おじさんは残念だったけど、語り部さんが取り憑かれていなくてよかった。それだけは、不幸中の幸いだな。うん？さて、次のお話は、廃墟のビルで寝ていると、というお話だ。なぜそんな場所で？それでは、早速聞いていただこう。自分の怖かった体験を書きます。文才がないというか、人に見せる文章を書くのが初めてなので、読みづらいかもしれません。俺はもう、30歳近いのですが、11歳から17歳ぐらいまで、家出しては補導されて、家に帰る、を繰り返しておりました。きっかけや、どうやって生きていたのかは、本筋から外れるので端折らせていただきます。この家出中に何度か、怖い体験と不思議な体験をしたので、そのうちの一つになります。はっきりと年齢を思い出せないのですが、12歳か15歳、どちらかの時の話です。場所は、町田駅の線路沿いの、廃墟と思われる、3階建てぐらいのビルでした。また読み返したところ、建物の構造が伝わりにくいために、補足ですが、階段に面した鉄のドアの先は、共用の廊下があり、そこに各部屋の入り口、101とか102とかがあったと思われます。それまでに、俺は何度も補導を経験しており、その原因は、純粋に警察に見つかることよりも、大人に見つかって、通報されることが多かったことから、夜は人目につかないように、マンションの駐車場の車の下や、非常階段などで過ごしていました。ずっと野宿をしていると、建物のきしむ音や、ちょっとした遠くの足音でも、敏感に目が覚めてしまいます。また、寒さによって、深い眠りに入ることができないために、運行時間中は、電車で寝ていました。その日は、経緯をはっきり覚えていないのですが、町田駅で降りました。時間はかなり遅かったと思います。夜間の移動は、補導される危険性が高いために、身を落ち着ける場所を探していました。自然と、人気のない道を目指す習慣があり、たまたま目に入ったのが、線路脇の道沿いにあった、風俗っぽい店の奥の、暗い道でした。マンションの非常階段を探すつもりで、暗い道へ向かっていると、風俗店から一本道を挟んだ場所に、そのビルはありました。夜間なのに、電灯も一切ついておらず、人気のないビルで、廃墟だろうと判断した私は、今日はここで過ごそうと、通行人が途切れた瞬間を見計らって、そのビルの階段を登り始めました。2階部分に鉄製のドアがあり、開けようとしましたが、鍵は開いておらず、そのまま階段で転がっていました。何度か浅い眠りを繰り返しておりましたが、その日は寒く、体を縮めて寝ていると、寒さで腰が非常に痛くなってきて、眠るどころではなくなってしまいました。どうにか、寒さをしのげないかと、辺りを見回すと、壁伝いに、ベランダに侵入できることに気づきました。いつの間にか、風俗店も明かりが消えており、人気も全くなかったことから、思い切ってそのベランダへ、非常階段から入りました。普通のマンションのようで、ベランダの窓から室内を覗くと、閑散としてはおりましたが、若干ボロい家具があり、穴だらけではありましたが、ソファーが目につきました。幸いにも、ベランダの窓は開いており、こっそりと中に入り、人気がないことだけ確認して、ソファーに転がりました。
非常に疲れていたために、あっという間に眠ってしまいました。はっと、目が覚めました。なぜ目が覚めたのか、最初はわかりませんでした。完全な覚醒で、頭の中はすっきりとしており、自分の気配をこう、して、あたりを確認しました。まだあたりは暗く、眠ってから30分から1時間程度だと思いました。しばらく、静かな空気に身を潜めていると、階段を登る足音が聞こえ始めました。革靴のような音で、コツコツと階段を登ってきます。一気に緊張して、音に耳を澄ませて、息をこう、しました。そして、ドアをガチャガチャする音が聞こえました。音の方向的に、階段の鉄のドアです。開けてくるのか、不安な気持ちになり、建物から逃げようか考えていました。部屋は2階のため、最悪飛び降りようと考えて、じーっとしていました。2階から飛び降りて、逃げた経験があります。しばらくガチャガチャしていましたが、諦めたのか、音は消えました。しかし、階段を降りる音は聞こえていないために、ドアの向こうに、相手はまだいるはずです。どうしようか悩んでいると、いきなりドアを、と、強く叩く音が聞こえました。非常に怖く、身動きもできず、じーっとしていました。数分間でしょうか、どんどんと叩く音が、ずーっと鳴っていましたが、ピタリと止まりました。すると、ドアの開く音もしていないのに、共用廊下から、足音が聞こえてきました。そして、自分がいる部屋のドアノブが、ガチャガチャと動きました。ビクッとして、声を出さず、呼吸音も相手に聞こえないように、口を押さえていました。開かないのが分かったのか、足音はそのまま通り過ぎ、そのまま何の音もしなくなりました。もう、ベランダの窓を開ける音すら立てるのが嫌で、じーっとしていましたが、そのうち眠くなり、再びソファーでうずくまっていました。その時、ベランダの外を見ていたのですが、上から足が、ぬっと出てきました。え?と思って、動けないでいると、足はただ、見えるだけで、何も動きがありません。ただ窓の外、上の階から、スラックスのズボンと革靴が出ています。もう、よくわからなかったので、思い切って、私は、共用廊下に面したドアを思いっきり開けて、鉄のドアを開けて、階段を駆け下りて逃げました。その後、どうなったとか、そういう話はありません。ただ走って逃げて、コンビニに入って立ち読みしていると、あとは店員に通報されたのか、巡回のおまわりさんかわかりませんが、補導されました。ただ、足を見たことは、今でも忘れられません。以上です。怖くなかったかもです。すいません。足が出てきただけ、なはずなのに怖い。逆に怖いよな。急に足だけ出てきたら、不気味すぎる。うん?さて、次からは短編を紹介するぞ。お、短編だ。それでは、早速聞いていただこう。弟の霊感。弟の霊感から始まった話、してもいいですか?すみません、勝手に始めます。あんまり怖くなかったらごめんなさい。簡単に我が家の紹介します。家は曾祖父の時からある、築90年。祖父や父親がところどころ手を加えたりしたので、壁紙貼ってたり土壁だったりで、綺麗か汚いのか、よくわからない見た目。住人は、祖父母、両親、自分、弟1、弟2。自分、生まれてすぐに祖母の神頼みで、生死をさまよう。霊感なし。弟1、喘息で、幼い頃から何度も生死をさまよう。そのせいか霊感あり。父親、弟1の霊感を面白がる。母親、基本、何でも気のせいで済ます。弟に、弟1の霊感のせいで、いろいろ巻き込まれる。弟1は小さい頃から、出かけた先で急に泣き出したり、あの人怖い。って号泣しながら、誰もいないところを指さす子だった。なので、小学生の頃には慣れてしまって、基本的にいつも冷静。ただ、そこにいるだけの霊は、基本スルー。見た目とかひどい霊は、一瞬立ち止まって、あ、というだけで、霊がいるなんて、誰にも話さなかった。けど、自分が小学生の頃、初めて自宅での霊体験をした。仕事の関係で、両親の帰りが遅い日が多々あり、その度に、弟にが泣きながら、親の後追いをするのがいつもの光景。その日も親が出かけて、しばらく泣いていた。弟には泣き疲れて、茶の間で寝てしまった。まあ、いつものことなので、自分と弟1は、茶の間でソフト、ビデオテープに録画したもののけ姫を見ていて、しばらくして、寝ていた弟2が、目を覚ましました。親がいないと、泣きながら廊下に出たので、しばらく放置した。そしたら、
急にピタリと鳴き声が止まって、お母さん。という声と、階段を登ろうとする音がしたので、慌てて弟にの後を追いかけた。我が家の階段は、トトロに出てくる主人公の家と同じ、急な階段。3歳の子供が登って落ちたら、大変なことになる。見つけた弟には、すでに数段登っていて、慌てて捕まえると。お母さんが2階にいた。と言い、2階を指さす。まだ帰ってきていないことを伝えながら、ふと2階を見ると、確かに何かいた。黒い影のようなものが、覗くように顔を出して、こっちに手招きしていた。声も出せず、弟を守らねばと思った自分は、慌てて祖父母の部屋へ行き、布団に潜り込んで、そのまま、そのことはずっと黙っていた。それから数年後、ふとした時に、兄弟でその話題になった。当時のことを、弟には覚えていて、確かにあれは手招きをしていた。その話を聞いて、霊感のある弟一は、普通の顔で、やっと気づいたんだ、と言った。2階に行くたびに、あの影の視線が、ずっとこちらに向けられていたこと。それに影響されて、2階の寝室に女の霊がいて、子供が寝ている布団の縁を、一晩中歩いていること。女の霊に関しては、いつも気のせいにしている母親が、足音と布団が沈む感覚を感じていました。その他にも、物が勝手に落ちる。テレビが深夜に突然つくなど、いろいろありますし、自分自身の体験もありますが、その話は、またの機会にします。とある建物の話。関東にある、とある線路沿いの建物の話。1、建物について、俺が調べたこと。過去に火災にあって、住人が亡くなっている。その後何を考えたのか、家を3分の1残して解体。今、道路から見えてる面は、今から玄関に続く扉であり、建物として残っているのは、玄関から今にかけての、少ない部分のみ。なぜ残しているのか、道路に面しているから、建物が火災にあった後、道路の拡張工事で重なる部分だけ壊した、のかもしれない。全部壊さなかった理由はわからない。2、建物で起こったこと。昨年冬の出来事を、また劇のまた劇したこと。母親の友達の孫が、悪友と一緒に、その建物に侵入した。道路に面している扉は、段差があって入りにくいが、当然鍵はかかっていないので、誰でも入ることができるので、そこから侵入したようだ。とは言っても、残ってるのは、家の3分の1のみ。扉を開けても、トイレと風呂場と玄関しか残っていなかったらしい。侵入したのは3人。狭いこともあって、3手に分かれて探索した。ちなみに、母親の友達の孫は、玄関を見に行って、ぜ、みたいな字が、左右対称に2つ書いてあるお札が、玄関のドアを押さえるように、3枚貼ってあるのを見たらしい。それからすぐに、風呂場に行った友達が走って、入ってきたドアから逃げ出し、それを追うように、残り2人も外に出た。その時に段差から落ちて、風呂場に行った友達は右足を骨折。それでも、這うように建物から離れたので、何かあったのかと、話を聞いたところ、壊れた鏡かと思ったら、髪の毛が詰まってた。とのこと、壊れた鏡とは、木製の鏡台が、朽ちて崩壊していたらしい。鏡はその中央にあった。髪の毛はどこに詰まってた？鏡の中。鏡の中に詰まる、とは、何を意味するのか、そこはわからず。3、その後の展開、特に何も起こらず。3人は念のため、大宮の氷川神社に行って、お祓いを受けた。骨折した奴の治りが、やたら遅い以外、特におかしなことは起こってないとか。お祓いの時に経緯を説明したら、お祓いをした人に、そもそも、不法侵入はいけないよ。と、至極真っ当な説教をされたらしい。そりゃそうだ。4、残った謎。結局、あの家は何なのか、お札は何なのか、朽ちた鏡台と、鏡の中に詰まってた髪の毛とは何か、逃げ出すほどの怪異とは、何が起きたのか。ちなみに、お札は、門って漢字を崩したようなモチーフの周囲に、いろいろと書かれてて、中央より下に、ぜ、みたいな字が、左右対称に書かれていたらしい。いろいろと書かれていたけど、ごちゃごちゃしすぎてて、わかる部分が、ぜみたいな字しかなかったらしい。家のヒントは、伊勢崎線と住宅街。また何かわかったり、進展があったら書き込みます。猫の首。今から25年ほど前の話。俺、学生結婚してて、俺の通う大学のすぐ横に寺があって、その寺には墓地もあって、
駅から大学校舎に行くのに、墓地を抜けると近道だったの。9月のまだ暑い日に、黙々と歩いてたら、墓石の横に、猫の首が、気持ち悪い、と思ったけど、時間ないから、後で坊さんに伝えよう、と、華麗にスルー。校舎に着いたら、掲示板にデカデカと休校の文字。遊ぶ金もないし、仕方ないから帰宅することに。で、さっきの猫のことを、坊さんに伝えようと、元来た道を戻ったら、猫の首がないし、まあいいか。で、帰路に着いたら、頭痛がし始めた。その頃、大学とバイトで休む暇なく動いてたから、無理がたたったと思い、帰宅後、嫁に、頭痛いし、体だるい。多分風邪だと思うから、ちょっと寝るわ、と、玄関横の部屋で、布団に潜ってた。その間に、嫁はワンコの散歩に、どれくらい経ったのかわからんけど、胸が苦しくてうなってた。寝返り打とうとしたら、体が動かない。え？何？金縛り？それまで霊感なんてなかったし、マジ焦ったのね。その間も、胸のあたりが苦しくて仕方ない。幸い、目は見えてるから、視線を胸のあたりに向けたら、布団がゆっくりと持ち上がっていく。え？え？な、もうパニックで何も考えられず、ただ怖かった。やがて、持ち上がった布団と、俺の胸の間に鈍く光る、二つの目。叫びたくても声が出ない、もちろん体も動かない。恐怖で何ともならなくなった時、散歩から愛犬が帰ってきて、すごい勢いで吠えた。その瞬間、布団と俺の胸の間にあったものが、俺の顔をかすめるように、飛んでいった。その時に見えたのは、どう考えても、武士のような髷。しかも、首から下は見えなかった。あの時、ワンコが帰ってこなかったら、と考えると、今も鳥肌が立つ。ちなみに、それからあらぬものが見えたりするようになった。初書き子失礼。切符。なんか寝れないから、そんなに怖くないし、面白くもないけど書く。小学生の頃、風邪にかかったのか、急に熱が出た。高熱でフラフラ、天井ってぐるぐる回るんだなぁと、実感したのを覚えている。ずっと暑かった体が、急に寒くなり、震えが止まらない。真冬みたいな寒さで、もう死ぬんじゃないかと怖くなって、ベッドから飛び降りて、ふらふらしながら家族のいる今へ。もう深夜だったけど、親が起きてたので、寒さとだるさを訴え、薬か何かを飲まされて、安心して寝たのか、ベッドに運ばれたんだと思う。その時見た夢が、気持ち悪くて、すごい、人がたくさんいる駅のホームにいて、ホームやら電車が、やけにレトロで、何もないホームに、蒸気機関車みたいな感じ。ホームはたくさんあって、全部同じ方向に向かっているみたいだった。みんな無言で、波のように電車？汽車に乗り込んでいくんだ。全員半透明で緑がかってた。汽車は優遇だし、みんな無表情だし、気味が悪くて、すごい急いでる感じだったから、乗らずにぼんやり見てたんだ。汽車の中に、着物着てる綺麗な人がいて、見とれてた。大将っぽい感じの、綺麗な人だった。どこ行くの？って聞いたら、切符がないなら、乗ってはいけない。って、優しく言われたのを覚えている。そしたら、大きい汽笛が一斉に、ボーってなって、駅のホームにいた制服着た人たちが、ゆらゆら揺れながら、おーって、ずっと見送ってんの。それが、すげえ気持ち悪くて、パッと目が覚めたら、時計が4時44分で、汗だくになってベッドの上にいて、初の金縛り、声も出ないし体も動かない。時計が4時44分だから、子供ながら、ああ、もう死ぬのかな。って諦めて、目を閉じたら朝だった。熱は下がってた。で、気持ち悪い夢見たなぁくらいに思ってたんだよ。そんでばあちゃんち、遊びに行った時に、びっくり。会ったことない、ひいばあちゃんの写真と、着物の女の人が、そっくりだったんだよね。実際の写真より、夢で見た方が若くて綺麗だったけど、パッと見て、あれは同一人物ってわかった。別に怖くないかもだけど、あれって死後の世界の電車だったのかなぁ。って、今でも思ったりする。小学生ながら、その時はすんごい怖かった。怖い顔の女の子。日曜の昼過ぎ、縁側に敷布団を敷いて、2歳の息子を胸に乗せ、昼寝をしていた。しばらく経った時、急に、胸に息子以外の重みが、ぐっとのしかかった。苦しいなぁ、娘が、乗ってきたのかなぁ、それにしては重いなぁ。なぜか意識が朦朧として、体が動かない。目をうっすらと開けてみると、
息子が胸にしがみついて、寝ているだけだった。そういや、娘は嫁と出かけたよな。なんだろうなこれ、と考えていると。と、急に縁側のガラスを叩かれた。相変わらず体が動かないので、横目でその方向を見ると、誰かがガラスにべったりとくっついて、こっちを見ていた。はっきりとはわからないが、近所に住む A さんというおばさんのようだった。A さんは、再びガラスをバン、と叩くと、今度は、あんた、何してんの?と怒鳴った。そして続けて、そこをどきなさい。出て行きなさい。と、何度か繰り返したとき、息子がビクンとし、うわーん。と、泣いて起きた。その瞬間、頭がさえ、体が軽くなった。息子を抱えながら起き上がり、パッと、A さんの方を見た。しかし、さっきまでガラスにべったりとくっついて、怒鳴っていたはずの A さんの姿がなかった。ほんの数秒だったので、不思議に思い、ガラスを開け、縁側から庭に出たが、誰もいない。何か気持ち悪い体験したなぁと、また縁側に戻ろうと、何気なくガラスを見ると、手のひらの跡が、くっきりと残っていた。やっぱり来てたよな、と、もやもやしながら縁側に座っていると、嫁と娘が帰ってきた。嫁に、たった今の出来事を話したが、夢でも見てたんでしょ?と、鼻で笑われてしまった。その日の夕方、4人で夕飯を食べていると、玄関のインターホンが鳴った。A さんだった。町内会の集金に来たらしい。俺は、なんとなく怖くてリビングから、玄関で嫁と A さんが話すのを、黙って聞いていた。今日の昼間、一度来たんだけど、誰もいなくて。え、そうなんですか?車があったから、ご主人いらっしゃるかと思って、インターホンを鳴らしたんだけど、誰も出なくて帰ったんです。ああ、そうだったんですね。すいませんでした。いえいえ、大丈夫ですよ。いやいや、嘘つくなよ、と、聞いていると、突然大きい声で。そうそう、ご主人に言っておいて。怖い顔の女の子が来てるわよって。そう言うと、おやすみなさい。と、さっさと帰ってしまった。まるで、俺に聞かせるかのような大きい声。なんとなく事情がわかり、ゾッとした。実は数日前、同僚と飲んでいる時に、怖い話になった。その時、俺は小学校の時の同級生の話をした。B ちゃんと言って、目つきが鋭くいつも怒っているような、怖い顔の女の子だった。特にいじめられていたとか、そんなことはなく、普通にみんなと仲のいい女の子だったが、ある時、交通事故で亡くなった。その葬式に出た時に、同級生の誰かが、B ちゃんの家写真の顔が怖い、と言い出した。確かに白黒の写真は、いつも以上に目つきが鋭く怖い顔だった。俺も同級生に合わせ、めちゃくちゃ怖いな、と言った瞬間、耳元で、怖くないよ、と B ちゃんの声が聞こえた。そんな話をした。ああ、B ちゃんが怒ってきてるんだと思い、すぐに、ごめんなさい、ごめんなさい、と謝った。その後は、特に変わったことはなかったが、なんとなく、A さんに会うのが怖くなってしまった。ちなみに後日、嫁が A さんに、縁側での出来事を聞いたが、昼間はインターホン鳴らしても出ないから、本当にすぐ帰ったとか、おまけに、勝手に庭に入らないわよ、と笑われたらしい。嫁は、絶対に夢、というが、俺は、A さんが嘘をついてるようにしか思えなくて、なんだか釈然としないまま、今もいる。猫神様。うちには2匹の猫がいる。2匹とも雑種だ。そのうちの1匹に、2度ほど助けられたことがある。それからは名前を、猫神様、と呼ぶようになった。これは、猫神様に助けられた時の話だ。ある日曜日、遅い朝食を、コンビニへ買いに行った帰り、犬に襲われそうになった。野良犬ではない。首輪をしていたからだ。犬種はドーベルマン。目が血走り、よだれを垂らして牙を剥く。うなり声を上げ、今にも飛びかかってきそうに身を低くして、近づいてきた。戦闘態勢だ。頭の中で、来た瞬間蹴りを入れて、その後こうしてああして、と考えた。飛びかかる時の、反動付けのように、一瞬、その犬がさらに身を低くした時、何かが空から降ってきて、その犬の顔を覆った。即座に、犬のキャインキャインという声が響いた。よく見ると、猫神様だった。犬の顔に噛みつきながら、顔を引っかいてる。体が離れた時、犬を見たら、目はつぶれたようで、あちこちに体をぶつけて、逃げていった。ちょっとして、キャインと聞こえた。車に跳ねられたようだ。猫神様は、って、前足、を舐めている。
その日は家にいて、脱走できる状態ではなかったはずだった。空から降ってきたのではなく、多分近くのカーポートの屋根から、ジャンプしたのではと考えた。その日は帰ってから、嫌がる猫神様を風呂に入れ、乾いた後に、いつものドライフードではなく、猫缶をあげた。その日は、仕事で遠くに行くことになっていた。俺はいつも助手席だ。支度をしてると、猫神様が足元にまとわりつく。無視した。食器棚の上に乗り、こちらを見ていた。カバンに手をかけた瞬間、上からジャンプして、俺の頭に乗った。下に下ろすと、今度は尻尾が倍に膨らみ、全身の毛を逆立たせ、睨みつけてくる。無視して玄関に手をかけた瞬間、思いっきり引っかかれた。血が出た。同僚に電話を入れ、電車で行くのを伝え、詫びた。近くの病院が開くのを待ち、手当てしてから電車に乗った。間に合いそうだ。しばらくすると、携帯に連絡が入った。同僚が高速で事故したと。本人は無事だが、契約には間に合わないから頼むと。契約を終え、会社に戻ったのは夜だ。上司が言った。それは、お疲れさんではなく、車に乗らなくてよかったと。助手席は潰れてぐちゃぐちゃだと。帰りに、いつもより高い猫缶を買った。よくわからないが、多分助けられたと感じたから。猫神様ありがとう。猫神様すごい。きっと、特別な猫なんだろうな。そうだね。猫神様に守られている語り部さんが、ちょっと羨ましい。さて、次のお話は、腕、が出てくるお話だ。足の次は腕か。それでは、早速聞いていただこう。初めて投稿してみる。タイトルは、腕、とでもしようか。チャットにハマっていた頃の話だ。まだ、ネットの普及率が 30% 割っていて、接続料金は重要性というもの。使った分だけ、通信量が跳ね上がるわけ。時間を気にせず、チャットができる方法は、23時から朝8時まで、一定料金で繋ぎ放題のサービステレ放題。チャットにハマったイコール、夜型人間になったようなもの。徹夜も珍しくなかった。寝落ち、なんていうのも、あの時代に、まさに途中で寝てしまって、ネットがダウンする状態から生まれたのだから。現在から考えれば、なんという不便さだろう。しかも、当然、パソコンでの通信であって、あの時代のパソコンのスペックを考えれば、もはや、不便を通り越して、苦労と呼んでいいかもしれない。それほどの劣悪環境でありながら、いや、だからこそ、熱狂したのだろう。とにかく、夜の11時が待ち遠しい時代だった。そんなある日、例によって、23時からのチャット三昧を楽しみ、うつらうつらしてきたので、寝落ちの挨拶をして、寝ることにした。夜中の3時は、回っていたはず。当時、自分の部屋のほぼ中央、ロフトベッドを置き、3方向をカーテンで仕切って、ベッドの下の位置に、PC デスクを設置していた。ちょっとした、秘密基地気分のチャット部屋だ。ベッドと窓の間の壁際には、古いピアノがあった。通常、寝る時には、ロフトベッドに上がっていたのだが、この時ばかりは、さすがにフラフラで、ベッドから布団類を引きずり下ろし、カーペットの上に敷いて、寝ることにした。狭いスペースだったが、ピアノに足を向ければ、かろうじて体を伸ばすことができた。横になると、強烈な眠気が襲ってきて、あっという間に眠りに落ちた。仕事に出かけるまでに、5時間ほどは眠れるはずだった。ところが、連日のチャット三昧に、疲れも蓄積していたのだろう。思いのほか、眠りが浅く、ふと目が覚めてしまったので、トイレに行こうとした。体を起こそうとするが、重い空気がそれを阻む。体が動かない。ガチャンと、体に鍵をかけられたような感覚。これが聞くところの金縛りというものか？確認する間もなく、あれがやってきた。足先から、凄ましいスピードで、生き物らしき何かが、這い上がってくる。桃、腹を通り過ぎ、首のあたりをわしゃわしゃとまさぐっている。暗いし、目も開けてなかったが、それが、女性の右腕であり、肌の色は浅黒く、鋭利な刃物でスパッと切られたような、腕先だけだとわかった。わけもわからず、いじられていた時間は、1分間にも満たないだろう。ふと、空気が軽くなり、腕の気配も消えた。それから、どうして朝を迎えたか、覚えていない。だが、夢にしては生々しすぎるし、夢にしては、記憶がはっきりしすぎている。あの腕の感触、しばらく布団で調光したが、明るくなってきたので、起きることにした。起き上がると、目の前にピアノがあり、ピアノの上には、乱雑に、ぬいぐるみやら、
置物やらが置かれている。ふと、あるものと目が合い、瞬時に全てに合点がいった。腕の正体がわかったのだ。ごめんね、気づかなくて。とつぶやき、それを抱き上げた。それは市販の人形、リカちゃん人形のような、の、頭、手足を外して、ウイスキーの瓶を胴体にして、貼り付けた、ママの手作り人形。多分バザーのようなところで買った?だった。朝黒い、南国の少女的な姿の人形だ。その人形の右腕が、胴体から外れ、ぶら下がっていたのである。昨晩の腕の訴えは、このことだったのだ。右腕を直してくれということ。不思議と怖さもなく、ただもう、人形が気の毒で、今まで気づかなかった自分が悪かったと、反省した。いつもなら、気にも留めない場所にある、気にも留めない人形と、意思疎通ができたという、夢のような、本当の話である。早速、接着剤で腕をつけ直したのは、言うまでもない。ただ気がかりなのは、その後、何度か引っ越ししたのだが、その人形を捨てたりした覚えはないが、引っ越しの荷造りの際に、見かけた覚えもない。またしても、すっかり忘れてしまっていたということ。家の中のどこかにあるのだろうか?また、私を忘れないで、と訴えてくるかもと思うと、背筋が凍る思いだ。早く見つけてあげないと、絶対に、また同じような目に遭うよな。うん、きっと、次はもっと強烈な。今回のお話、皆さんはどう思われましたか?コメントで感想を聞かせてくれると嬉しいぜ。では、今日の怖い話はここまで。動画が面白かったら、高評価ボタンを押してくれると嬉しいな。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。